皆様こんにちは、山山チャンネルの山口でございます。12月ですね。12月といえばキャンプシーズン、皆様はキャンプしてますか？やってない？寒いって？山あり谷あり苦難あってこそたどり着いた時に幸せを感じるものですよ。キャンプにとっての寒さは満腹の前の空腹。ずっと満腹な人は満腹になることの幸せはわからないものです。空腹があるから満腹になった時の幸せを感じる。寒さの中温かいスープで体を温める、なんて贅沢なんでしょうね。キャンプにとっての寒さはキャンプを最大限に楽しむためのスパイスですから、少々の寒さは感じして思いっきり楽しんじゃいましょう。とは言ってもキャンプ中ずっと寒いっていうのは嫌だと思うんですよね。修行じゃないんだからさ。キャンプを楽しむために来てるのであって、我慢してまで寒さを享受しなくてもいいんですよ。最近ではサーカステントに薪ストーブをセッティングしてぬっくぬくな冬キャンプをやってる人も多いじゃないですか。寒い季節だからこそ温まれる準備をする、そんな装備の充実も楽しかったりするもんですよね。しかし寒さと引き換えにする装備も先立つものが、必要です。つまりお金ですよね。寒さとお金はトレードオフ。装備にそれをどれぐらいかけられるかで寒さからの解放が変わってきます。お金さえ出せば簡単にその冬の寒さを楽しさに変えることができます。かけようと思えば割とお金を使うことができるという点で落としどころがよくわからなくなるのも冬キャンプの特徴ですね。そんなにお金をかけるならコテージやホテルに泊まった方が、楽だし時間効率も良いですよ。元も子もないことを言ってもしょうがないんですが、冬キャンプを含む自分のキャンプスタイルの見極めは重要です。それが甘いと迷走してしまってどんどん散在する沼が待ってるんですよね。 YouTube のキャンプ動画を見るといろいろと欲しくなってしまうんですよ。ランタン持ってるのにオイルランプが欲しくなったり、ナイフも何本も欲しくなる。よく考えれば同じようなもの持ってるのに新たに欲しくなってしまうんですよね。最近バイクキャンプの場合はアルコールストーブ1個、これで暖を取って食事を作るパターンが多いです。その時に一緒に使うのがこのロゴスのピラミッドグリル1人から2人用とトランギアのアルコールバーナーです。ロゴスのピラミッドグリル1人から2人用は2015年の9月にアマゾンで購入しています。3980円でした。4年前に購入していたと改めて再認識しました。当時は小さい焚き火台ゆえに物足りなさを感じて数回使っただけで別の新しい焚き火台を買っていました。がですよ、これがね、アルコールストーブ、アルストとの相性がいいっていうことに最近気づいたんですね。ですので、気に入って前のめりに使ってるんですけども、少量の木炭も持って行って併用することもできますので、勝手が良い。この前の東小屋湖のベスパキャンプでは、夕飯におでんを温めたり、お湯を作ったり、翌朝におでんのつゆでうどんを煮込んだりしてね、トランギアの燃料ボトル 0.5 リットル分のアルコール、こちらをですね、ほとんど1本使ってしまいました。アルコール結構高いんですよね。 500ml で300円400円ぐらいするんですかね。例えば夜は木炭を使って、で朝はアルコールバーナーを使って、バイクキャンプの時はこれだけで間に合うように荷物を少なくするっていうようなことを真面目にやってます。まあそんな感じでですね、工夫してやってみることでなんか新たな発見があるかもしれませんので、押し入れとかにしまってあるキャンプ道具、これを引っ張り出してね、あれこれやってみるっていうのも楽しいと思いますよ。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。次の動画もよろしくお願いいたします。どれくらいかけられるかで寒さの解放が変わってきます。